はい、こんばんは。こんばんは。来てくださってありがとうございます。こんばんは。今日もよろしくお願いします。こんばんは。月曜日、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。たくさんプレゼントカプセルありがとうございます。今日もよろしくお願いします。早くから来てくださってありがとうございます。こんばんは。もじろうさん、ありがとうございます。音楽活動頑張ってください。ありがとうございます。山猫さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ちょっと一人お一人名前お呼びしたいのですが、すみません。お忙しいので申し訳ないです。皆さん、ありがとうございます。はい、寒いですね。皆さん、月曜日お疲れ様です。お疲れ様です。急に寒いですね、本当に。うん、私もこの秋というか冬仕様になりました。服が寒いですね。ちょっとおしゃんな服、ちょっとおしゃんな、おしゃ、なんかおしゃんティーな服を。あったかいです、本当。でもこの下は普通にあの GU のパジャマです。寒いもん、寒いからなんかやっぱ一番ね、ズボンがいいですよね。はい、森川さん、ありがとうございます。秋花火でありがとうございます。そう、おにゅうです。ありがとうございます。はい、こうすけさん、今日誕生日です。おめでとうございます。二十歳、おめでたいですね。おめでとうございます。一になりますように。おめでとうございます。みらさん、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。そう、お話しさせていただきます。はい、今日先ほどツイッターでもお話しさせていただいたように、お話しさせて、ちょっと待って、ちょっとごめんなさい。ちょっと咳が出そうだとすみません。お話しさせていただいたように、今週の金曜日、土曜日、日曜日の配信は音楽活動などのためお休みさせていただきます。3日間連続ですが、はい、お休みさせていただきます。はい、あと皆さんもすでにプレゼントで応援してくださってるように、あの、応援してくださってますが、今日から木曜日までの、ふわっちのイベント、参加させていただきます。すでにたくさんカプセルなど、プレゼントしてくださってありがとうございます。ふわっちカプセルトイというイベント参加させていただいております。はい、ありがとうございます。あともう一つ、ちょっといっぱいね、あって、一気にいっぱいだったので、ちょっとあのまたごちゃごちゃになってしまうかもしれないですが、随時告知させていただきます。あと来週の月曜日は YouTube ライブに変更させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、音楽活動頑張、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとすみません、ゆっくりゆっくりで。ゆうさん、ありがとうございます。音楽活動頑張ってください。ありがとうございます。はい、あと
ふわっちのイベント参加でこうやって連日で配信したりとか、ふわっちのイベントが今回が、最後にイベントは参加させて、イベントは絶対最後ってわけではないと思いますが、こうやって連日で配信とかが今回が、今まで今回が最後になってしまうかもしれないと思います。今までは2時間とか、イベントの日は毎日とか、イベントの時は毎日とか、何十日、14日とか12日とか何日も連続でとか配信させていただいて、イベントがイベント参加させていただいて、皆さんも毎日、いつも応援してくださってそういましたが、こうやってイベント連日で参加っていうのが今回が最後になってしまうかもしれませんので、はい、このところもよろしくお願いいたします。はい、はい、というお知らせでした。聞いてくださってありがとうございます。はい、できる日は本当に全力で楽しい配信にできるように頑張っていきますので、はい、皆さんこれからも見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。配信の回数は減ってしまうかもしれません、減ってしまうかもしれないと思いますが、できる日は、頑張らせていただきますので、全力で頑張らせていただきますのでよろしくお願いします。ほんわかさんありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。 OK ありがとうございます。はい、というお話でした。ちょっと長くなってしまいましたが、聞いてくださってありがとうございます。あいおさんありがとうございます。山猫さんありがとうございます。みーぼーずさんありがとうございます。そう、ちょっと今日チンタイガー君の位置が高めですね。頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、本当皆さんいつも配信見てくださって応援してくださってありがとうございます。ありがとうございます。お話聞いてくださってありがとうございました。皆さんにね、これからも嬉しいお知らせができるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございました。オリジナル曲自分次第でした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。改めましてこんばんは。今日もお時間作って見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。イベント応援たくさんありがとうございます。ありがとうございます。カプセル、あのね、私にあの使ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。清正さんありがとうございます。トッティさんありがとうございます。ロジロさんありがとうございます。ゆるさんありがとうございます。なかなかさんありがとうございます。はい、今朝自分次第聞いて私一元気つけれました。ありがとう、よかったです。ありがとうございます。ね、私のね曲で元気づけられたってあるね、コメントしてくださると本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、頑張ります。皆さんありがとうございます。トラミさんありがとうございます。おかえさんありがとうございます。応援してます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。マサデオさんありがとうございます。ピピさんありがとうございます。はい、池田さんたくさんありがとうございます。椿さんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。よし、はい、ではココマさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。もう14位までありがとうございます。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい、私も楽しめる配信できるように頑張ります。これからもずっと応援してます。エイさんありがとうございます。観察さんありがとうございます。はい、では早速歌っていこうかなと思います。よろしくお願いします。Tさんありがとうございます。ナイスも皆さんたくさんありがとうございます。オレサワさんのタバコ、世界の終わりさんの虹色の戦争、ユーリさんのシャッター、トクメさんありがとうございます。トラミさんありがとうございます。あなたと小袋さんと彩香さんのあなたとメロンパンの歌、千原さくらさんのスープ、今日はおしゃんですね。ありがとうございます。そう、今日はおしゃんなんですよ。おニューの服、虹色の戦争が2曲目。匿名さんありがとうございます。タッチメロディー、あやかさんメロディー、空も飛べるはず、忘れな、明日も、平井大さん、平井健さんだ、失礼いたしました。涙のキッス、パプリカ、ブロコ、忘れな、たくさんリクエストありがとうございます。読んでると忘れちゃうから、ちょっと初めに書く、 OK、 OK、はい、最近乾燥もねすごいですよね。ちょっと今日はオレンジなんですよ。オレンジというかマルチビタミンという飲み物で、配信前に水を継ごうと思って、でもペットボトルの中が空だったので新しい水を出そうと思って開けようとしたら、ね、手がなんか滑っちゃって、すごく全然開けれなくって、でもあとどうしよう5分で始まると思ってずっと粘ってたんですけども全然開かなくて、最終的にニキビ対策用でちょっと美容用で買っていたマルチビタミンをザーって流し、ついで急いで持ってきました。そうだから珍しくオレンジです。はい、よし、で
さんリクエストありがとうございます。はーい、ちょっと一回メモしますね。よし、はい、リクエストたくさんありがとうございます。忘れながら出していただこうかなと思います。ラブレター、ラブソング、ラブストーリーは突然に、いいですね。マジで恋する子は、あら、聞いたことある。魔法の絨毯、ブレさん、オールイズ。よし、オーサムシティクラブさんの忘れながら歌わせていただこうと思います。アカペラでいこうかなと思います。ギターガットが雰囲気いいけど、例えば今君がその瞳、ぬらぬらぬぬらららららしていたとしても、呼ぶ声はもう、はい、はい、釣られそう、ハモリ大丈夫かな。春の風を、物足りない気もするかもしれませんが、オーサムシティクラブさんの忘れのアカペラで歌わせていただきます。いきます。例えばその瞳、濡らしていたとしても、呼ぶ声はもう聞こえない、絵の具を溶かすように君との日々は記憶の中で、何かを求めれば何かがこぼれ落ちてく、そんなこの世界で、春の風を待つあの花のように、君という光があるのなら、めくりめくる運命を超えて咲かせるさ、愛の花を、花束を、てん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 。はい、ありがとうございました。オーサムシティクラブさんの忘れなでした。ありがとうございました。最近よく投稿中に聞いております。なんか歌い分けが難しいですね、お二人で歌われてるので。なんか一人で歌えるバージョンのメロディーとかあったら嬉しいな。歌い分けがなんか、下げても下の方が出なくなっちゃうし、上げても上の方が出なくなっちゃうしっていうので、ちょっと聞きづらかったとかあったかもしれないですが、すみません、リクエストありがとうございました。はい、ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。13位ありがとうございます。ありがとうございます。たくめさんありがとうございます。皆さんたくさんプレゼントありがとうございます。応援してくださってありがとうございます。
スサピーさんありがとうございます。ノリーさんありがとうございます。椿さんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。虹はありがとうございます。はい、ピピさんありがとうございます。素敵でした。ありがとうございます。岩猫さんありがとうございます。あゆさんありがとうございます。あようさんありがとうございます。はい、めっちゃ良かったです。ありがとう。あれ、もう11、ありがとうございます。あれ、さっき見間違えたのかな。13位でしたね、さっき。ありがとうございます。11、ありがとうございます。あら、まだ20分ぐらいしか、20分しか経ってないけど、ありがとうございます。出田さん、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。椿さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。くまさんありがとうございます。とくめさんありがとうございます。はい、では続いて歌わせていただきます。はい、プルさんありがとうございます。スライラさんありがとうございます。ありがとうございます。リラさんありがとうございます。匿名さんありがとうございます。はい、ちょっとあと2曲ぐらい歌ったら、ちょっとお話とかなんかさせていただこうかなと思います。 OK。 空も飛べるはず、歌していただこうかなと思います。リクエストありがとうございます。幼い微熱を下げられないまま、神様の影を染めて。はい、歌していただきます。空も飛べるはずでした。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。カナンさんありがとうございます。ジュナさんありがとうございます。プールさんありがとうございます。森川さんありがとうございます。スーザーさんありがとうございます。皆さんたくさんパチパチありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。島天笹さんありがとうございます。
はい、皆さんたくさんありがとうございます。ナイスも149コンありがとうございます。ヨウくんさんありがとうございます。ベダさんありがとうございます。ソラちゃんさんありがとうございます。はい、8位ありがとうございます。すみません、なんかスライド式で出てくるから私確認するのがそうちょっとずれちゃったりするんですよね。8位ありがとうございます。ありがとうございます。短時間でありがとうございます。久米さんありがとうございます。よし、もう一曲歌わせていただいたら、少しお話しさせていただこうかなと思います。あ、7位だった、ありがとうございます、ありがとうございます。本当は7位だ、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。あなたとどういうメロディだっけ、なんか思い出すとなんか忘れちゃうんだよな。今夜孤独と自由をね、タイミングして、あー、ちょっとミミさんありがとうございます。小袋さんと彩香さんのあなたとどういうメロディーだったっけ、どういうメロディーだったっけ、一人であなたと行けるかな、ちょっと出だしがわからないな。ちょっとここまで来てるんだけど、ここまで来てるんだけど、ちょっとまた聞いてきます、すみません。はい、一瞬聞いてみる、そう一瞬聞いてみます。音は入らないようにしないと、ね、ありがとうございます。伊田さんありがとうございます。10個もありがとうございます。ここなんかここまで出てくると後が出てこないんだよね。リクエストありがとうございます。ちょっと聞いちゃって、一日あ、いい曲、失礼いたしました、すみません、ちょっと今日無理そうかな、すみません。リクエストありがとうございます。小袋さんと彩香さんのあなたとですね、はい、ありがとうございます。リクエストありがとうございます。ごちんさんありがとうございます。すみません、まだちょっと時間は大丈夫そうかな、もう一曲歌わせていただいてからお話しさせていただこうかなと思います。はい、すみません、ちょっと時間をとあのすみません、ちょっとあの聞かせていただいたのですが、結局思い出せなかった、申し訳ない。はい、ありがとうございます。いい曲ですよね、あなたと、すごくいい曲。はい、一部と全部いいですね。プリンセスメロディー、マゲットのイヌット、ラブストーリーは途中に、小袋さんのつぼみ、そばかす、あー月味噌、ギブス、ひまわり、ギュッと、
大きな体でぎゅっと抱き寄せて離さないで、柔らかくて優しい声で私の名前を呼んで、それだけで私は幸せだから、一つ願いが叶うのなら、あなたとこれからもずっと。いいですよね、いいですよね。ちょっとギュッとも入れようと思います。ギュッと今の時期ね、人肌が恋しくなるからギュッともいいですよね。人肌恋しい季節や。ただいま。なかなかさん、ありがとうございます。ママ歌っちゃったママ歌っちゃった。気まぐれロマンティック、はい、スライドさん、ありがとうございます。ギュッとギュッと歌わせていただこうかなと思います。コッペさん、ありがとうございます。来てくれました、ありがとうございます。ありがとうございます。もみじ紅葉花火、ありがとうございます。マサオさんのギュッと歌わせていただこうと思います。ありがとうございます。ちょっと木曜日ま、あ、またお話しします。すみません、またお話ししますね。よし、ではまずマサオさんのギュッと歌わせていただきます。体が恋しくなる時期、okay。いるかな。ギュッとでした。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。はい。いやー、かわいい曲ですね。高くなる。聞くだけでは高くなる。ありがとうございました。よし。ありがとうございます。ギュッとって、YouTube にアップしたことってありましたよね、確か。させていただいたこと、ありがとうございます。イントロがね、いいですよね。じゃーん、じゃっじゃっじゃーってとこ、ありがとうございます。ロジローさん、ありがとうございます。トシさん、お久しぶりです、ありがとうございます。ピピさん、ありがとうございます。ありますあります、あります、あやかった、ありがとうございます。たくめいさん、ありがとうございます。たまむしさん、ありがとうございます。あゆおさん、ありがとうございます。うささん、ありがとうございます。山猫さん、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。たらみさん、ありがとうございます。森川さん、ありがとうございます。とこめさん、ありがとうございます。ゆださん、ありがとうございます。
はい、皆さんありがとうございます。ごこまさんありがとうございます。はい、スライドさんありがとうございます。てつさんありがとうございます。はい、マサデさんありがとうございます。コッペさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。ゴイありがとうございます。たかしさんありがとうございます。あやかさんありがとうございます。ぬくんさんありがとうございます。ゴイありがとうございます。あれ、さっきはね7位でしたよね。ありがとうございます。こんな短時間でありがとうございます。そらちゃんさんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。よし、ここら辺で、あーどうしよう、まだ3曲しか歌えてないですよね。もうお話挟んだ後に曲歌わせていただいてカバー終わろうかなと思います。ありがとうございます。椿さんありがとうございます。清正さんありがとうございます。あてつさんありがとうございます。あと1曲、最後のどの曲にしよう。メロディーもいいですよね。ヨウくんさんありがとうございます。マハさんありがとうございます。ただいま、ただいまもいいですね。はい、ヤロケイさんありがとうございます。ラブストーリーは突然にもいいですよね。テストの帰ってきました。今日いいのはよくて、あんまりかなっていうのはあんまりで、なんか前回その一番良かった時よかは良くないかなという感じです。いいのは良くて、あまり良くないのは良くないという、はい、感じですね。なので期末で挽回しようと思います。はい、よし、はい、期末で挽回します。ありがとうございます。のんちゃんさんありがとうございます。そうですね、期末は1ヶ月後ぐらいですね。はい、よし、はい、スライドさんありがとうございます。はい、よし、そう、何を話したかったんだっけ。そう、ちょうどそう、ライブと11月22日でライブと被っているので、そう、もっと早、すごく早めから早めから頑張っていこうと思います。はい、そう、なん、そう、なんだっけ、あ、そう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 、そこまで、すごく連絡ってわけではないのですが、ちょっとお話を挟もうかなと思って、すみませんね、進行がちょっとあれだな。なんか YouTube ライブでこれから以前にもお話ししたと思うんですが、何々特集を YouTube ライブできるだけやっていくって話をさせていただいたとそう思いますが、ね、お話しさせていただきましたが、なかなか何々特集をやるってので、一回特集をやるのにも結構準備が、覚えたりとか準備が必要で、なかなかそう、これまでできてなかったのでやるって言ってから、月曜日はやりたいなと思っていて、はい、月曜日は何々特集っていうのをやりたいなと思っていて、例えば90年代ヒットソングとか、ヒットソング特集とか、あとなんか今日リップ
に書いてくださってた、何ね、いいなと思ったのがあって、寝る前に聴きたい曲特集とか、何々の時に聴きたいとか、そういうのもいいなと思って、そうね、考えてくださった方ありがとうございます。そういうのもいいなと思って、で寝る前いいなと、ちょうどその寝るの前の時間ですし、はい、で月曜日はできたらなと思って、はい、あの皆さん寝ていただくつもりで、はい、歌わせていただきます。やるとしたら、はい、だからなんか本当に 寝る前に聴きたい曲かなんか候補とか挙げていただけると、私の中で思うでもいいですが、はい、たかしさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん寝ていただけるように頑張ります。ありがとうございます。よし、そう、結局あのオリジナル曲でそう起こすスタイルなんですが、はい、またよろしくお願いします。そう、なかなかできてなくて申し訳ないですっていうお話と、月曜日できたらなと思って、そうですね、月曜日何々特集、ちょっとまだどっちかわからないのでやらせていただこうかなと思います。オリジナル曲特集はちょっとあの連続でちょっといろいろとしっかりトラブルも混じって、あのトラブルもあってしっかりできなかったっていうのもあって、でも結構あの連続だったのでちょっと間を空けてやらせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後カバー歌わせていただいて終わろうと思います。はい、ありがとうございます。4位ありがとうございます。ありがとうございます。4位ありがとうございます。はい、気まぐれロマンティック、ポンさんありがとうございます。つばきさんありがとうございます。よし、あ、ごめんなさい、寝るというワードが出ましたので、寝る前に聴きたい曲一曲歌わせていただこうかなと思います。寝る前に聴きたい曲って言ったらなのかな、気まぐれロマン、アップで終わろうかな。気まぐれロマンティック。いいかな。はい。では今日は気まぐれロマンティックで歌わせていただいて終わろうと思います。ありがとうございます。ようさんありがとうございます。はい。ありがとうございます。まーす、1,2 ロマンティック、恋のアンテナは嵐でどこかへ飛んでいった、嘘でしょ、冷たくあしらった、こしゃくないくぼみ、ちょっと
ました。はい、生き物係さんの気まぐれロマンティックでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。よし、リクエストありがとうございました。ではカバーここまでさせていただきたいと思います。たくさんリクエストくださってありがとうございました。はい、聴きたいと思ってくださってありがとうございます。たくさん素敵な曲歌わせていただきました。ありがとうございます。サインありがとうございます。ありがとうございます。皆さんたくさん応援してくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。ナイスもたくさんありがとうございます。190個もありがとうございます。そうで、さっきお話しさせていただいたのがちょっと違う、喋りたかったのが、お話ししたかったのが月曜日じゃなくて、その木曜日までこう配信がそう毎日続くので、なんて言うんだろう、元からセットリストが決まっ、ちょっとまた考え、出直してきます。考えてからお話しさせて。そう、考えがまとまってから。いや、この4日間でやりたかったんですが、そう、ちょっとどういう風にするかまたちょっと出直してきます。すみません。ちょっと今話したらいろいろこんがらがりそうな気がする。はい。この4日間のどっかでやりたいなって。そう思ってて、月曜日じゃない、4日間のどこかで、月曜日でもいいんだけど4日間のどこかでやらせていただきたいなってそう思っておりますので、ちょっとまた出直してきます。はい、よし、はい、ではここからはオリジナル曲歌わせていただきます。よろしくお願いします。だから寝る前に聴きたいなと思う曲を、もしよかったらコメントで、ツイッターとかに書いていただけたら嬉しいなと思います。はい、よし、OKではオリジナル曲を入らせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうしよう、寝る前にしようかな、寝る前にしますね。はい、まあ、時間的に寝たいですよね。そう、はい、人肌寂しくなってくる季節でもありますし、OK、ではオリジナル曲入らせていただきます。はじめはテレビ朝日選択活の主題歌、叶え続けるよから歌わせていただきます。はい、いきます。5つの声が一つになって、涙が止まらなかった、不思議な経験したんだ。Thank you.
とうございました。テレビ朝日さんたかつの主題歌叶え続けるようでした。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この曲 MV が YouTube にありますので、ぜひぜひ聞いてく見てみてください。各種サブスクでもダウンロードしていただけます。よかったらダウンロードよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとくるくるしますか。こっちはあまりしないかなと思うんですが、大丈夫そうですか。少しいられる感じですね。ありがとうございます。椿さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、では続きまして、私と私歌わせていただきます。鈴田さん、ありがとうございます。大丈夫ですか。ありがとうございます。くるくる大丈夫です。 OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、私と私歌わせていただきます。私と私でした。ありがとうございました。一緒に撮ってくださってありがとうございます。たくさんパチパチありがとうございます。すいません、急にショートサカットさせていただきました。ありがとうございます。皆さん飛んでくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この曲 MV が YouTube にありますので、ぜひぜひ見てみてください。各種サブスクでもダウンロードしていただけます。よかったらダウンロードよろしくお願いします。すでにダウンロードしてくださってる、聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。はい、あと六本木の賃貸さんの大型ビジョンにもこの曲の MV 流していただいておりますので、もしお近く行かれる時ありましたら、ぜひ見てみてください。あと賃貸さんのラジオでラジオ CM ソングとしても使用していただいております。はい、ラジコというアプリをインストールしていただいて、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。佐々木さん、ありがとうございます。池田さん、100個もありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、たくさんありがとうございます。
ありがとうございます。はい、よしさんありがとうございます。元気になりますね。ありがとうございます。そらいろさんありがとうございます。ゆぴさんありがとうございます。にーありがとうございます。ありがとうございます。にーありがとうございます。イベントこんなに短い時間でにーありがとうございます。ありがとうございます。元気出る、よかったです。ありがとうございます。なつさんありがとうございます。ぬここまさんありがとうございます。今日も元気もらいました。よかったです。ありがとうございます。ね、なつさんじゃなかったかも。一瞬しか見えなかったからごめんなさい、名前違ってたら申し訳ないです。はい、ようくんさんありがとうございます。におめでとう、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ナイスも212個もありがとうございます。はい、ありがとうございます。清正さんありがとうございます。おじろさんありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。あらてつさんありがとうございます。りんたくさんありがとうございます。ポンさんありがとうございます。プルさんありがとうございます。マハさんありがとうございます。ウザさんありがとうございます。はい、つばきさんありがとうございます。トッティさんありがとうございます。山猫さんありがとうございます。ありがとうございます。こういうお花見ありがとうございます。最高です、ありがとうございます。はい、くまさんありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。では今日最後、おじちゃんの曲歌わせていただいて終わろうと思います。よろしくお願いします。はい、よし、ありがとうございます。昨日は布団を歌わせていただいたんですね。ほんわかさんありがとうございます。とても楽しかったです。よかったです。ありがとうございます。バンブさんありがとうございます。こういう花火ありがとうございます。にゃったありがとうございます。こんばんは。最後歌わせていただきます、オリジナル曲よろしくお願いします。最近は今日は片思いの歌が多いかな。昨日は布団、この前は居場所、別れの後でしたよね、確か。あなたが好きな自分が好きとかな。布団、片思いの歌、金魚、片思いの歌と片思いの歌フルで歌わせていただきます。頑張っちゃってる女の子ありがとうございます。はい、5時かな、5時じゃなかったらすみません、面白かった。はい、ありがとうございます。では片思いの歌歌わせていただきます。実の私じゃそうは
ました。オリジナル曲片思いの歌でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、一緒に歌ってくださってありがとうございました。たくさんパチパチありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、金魚も一番だけなので歌わせていただきたいなと思いました。ちょっと難しいこの時間的に。ありがとうございます。ソライロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナビ、ありがとうございます。ヨープンさん、ありがとうございます。サキさん、ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。ネコネコさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。そう、明日ですよね、結果、ライブチケットの先行予約。で、皆さん、ぜひ教えてくださいね。ありがとうございます。皆さん、先行予約してくださって、皆さん、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。大城さん、ありがとうございます。はい。プルさん、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。コッペさん、ありがとうございます。よしのりさん、ありがとうございます。はい。つばきさん、ありがとうございます。おとしで。はい。ありがとうございます。あようさん、ありがとうございます。ようくんさん、ありがとうございます。みなさん、ありがとうございます。最後までたくさん応援ありがとうございます。ひろみちさん、ありがとうございます。あ、お大事に。ありがとうございます。ゆうさん、ありがとうございます。はい。まさとやさん、ありがとうございます。そう、皆さん、明日がどうかと、いろいろと心配で、なんか、そう、手につかないとか、そこまで思ってくださってる方もたくさんいらっしゃって、すごくね、ありがたいなと思います。でも、ね、お仕事頑張ってください。頑張ってると思いますが、そう、それ楽しみに、はい、お仕事毎日お疲れ様です。ファイトです。ありがとうございます、ね、そこまで楽しみにしてくださって本当にありがとうございます。では今日はここまでで終わろうと思います。皆さんお時間作ってみてくださってありがとうございます。徳明さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハロウィン配信は3月じゃない、14月31日がちょうどお休みなのでここでやろうかなと思います。はい、ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。ナイスも228個もありがとうございます。おしろさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。森川さん、ありがとうございます。はい、では今日はここまでで終わります。たくさん温かいコメント、リクエスト、プレゼント、ナイスありがとうございます。ではまた明日も配信いたしますので、よかったら来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。